皆さんこんにちは。こんにちは。世界アグレット不動産です。またムーブトゥアーンの一つの類型でアグレットというふうなアプリも私たち試験的にちょっといじってみております。ちょっとそのアグレットどういうものなのかっていうふうなのをですね、解説をしていただきます。ではビット板垣さんお願いします。はい、お願いします。アグレット、これも歩いて報酬普通を得るっていうことができますね、でまだ日本円とか仮想通貨でリアルにそれを換金できるっていうのはまだないんですけれども、もう少ししたらそれができますよというふうにロードマップに出ております、一番いいところはこのムーブトゥアーンって、ステップンもスウェットコインも、まあ、このアグレットも、まあ、他にもいっぱいあるんですけれども、ステップンだけやるとかではなくて、まあ、同時併用できるんですね、はい、なんで一つのゲームではなく3つのゲームを楽しむことができる、はい、そうですね。でこのアグレットなんですけども、アディダスの役員をやってた方がここの今アグレットの CEO をやられてるようです、アグレットの特徴として無料でこれは始められます、でただもう少ししたら始めるときにお金がかかるようになるかもしれないと言われてます、はい、で登録とかに関してはちょっと英語なんですね。ただ Google とたくさん登録の仕方っていうのがあるので、それは見れば簡単にできます、はい、で特徴2つ目なんですけれども、有名ブランドと提携しているので、よくわかんないスニーカーが NFT でポコッともらえるわけではなく、アディダスとか、ニューバランスとか、アシックス、バンズ、プーマ、リーボック、もう有名どころですね。有名どころのスニーカーが NFT で、もらえます、またこれも面白いもので、レベルがあったりだとか、歩くことで修復が必要になったりだとか、これも他のこういう歩く系のゲームでよくあるようなものが網羅されてますね、で、アグレットの特徴としては何歩歩いたかでスニーカーボックスがもらえます、それでスニーカーボックスを開けた時に何のスニーカーが出るのかっていうのがすごい楽しみですね、そうですね。中にはゴールドのちょっと光った箱でいいものが当たったりだとかっていうのもあります、あとは単純に歩くだけではなく GPS で地図が見れるんですけども、自分の近くの地図上の中に宝箱、そこの地点に行くとポップアップが出てくるんですね、そうですね、なんかオープンボックスとか、あとそのアグレットのなんか通貨みたいなものがもらえたりとかですね、ポケモン GO みたいな感じで街中こう宝探しみたいに歩いてですね、そのポイントに行くとアグレット内の通貨、あとはスニーカーのボックスが当たって結構たくさんありますので、でこれは移動しないようです。同じところに宝箱がありまして、その宝箱は24時間ですね、何回もそこに行ってきて行ってきてっていうのは、短時間ではやれないようになっています、もちろん。そうですね。で24時間経つとその宝箱をまた開けることができますので、毎日それを開ける楽しみというか、あとはなんか遠方行った時もそういう楽しみがありますよね、あと、その集めたアグレット内の通貨でですね、 NFT スニーカーを買うことができます、でこれからはだんだん何足限定のものが今これから出ますよってなると多分高くなっていくと思いますよね、やっぱ限定っていうのはそれだけ価値がありますので、そういうのが出たときはそれをゲットすることで、後々上がったときに売ることで売却益、ジャパン円にすることができるときが来たらそれでジャパン円が回収できますので、あと面白いのはリアルスニーカーの抽選も、宝箱を開けたときに確率的にはすごい低いと思うんですけども、リアルスニーカーをもらうことも抽選でできるようです、あと天候にも左右されるということで、雨の日だとなんかサンダルとかもあるみたいですけども、そうですね、私もサンダル1個出ました、その天候に応じた、靴を履くことでそのポイントを何倍にも稼いだりとか、効率が悪くなったりっていう要素もあるようですね、あと日本円でゴールドアグレットっていうのも買うことができますし、あとエネルギーなんかソーダとかジュースみたいなのもあるんですけども、それを買うことで効率よくアグレットを集められる、そういうゲーム要素もありますので、やりながら、また楽しんで皆さんにお話しできればなと思っています、あのリペアのなんか回数がその靴によって上限があるみたいな感じで私ちょっと表示されたことがあって、もうそういう靴は直せないんですか？そうですね、リペアの回数が靴
によって違うんですけど、回数決まってるんですね、はい、で結構見ると多いのは2回とか、ね、そうですよね。これもこの修復できる、うん、リペアのポイントですね、ポイントがあるんですけども、はい、そこに行くと、何パーセント回復できるとか、うんうん、これもその修復上によってはパーセンテージ高かったり低かったりってあるようなんですけど、うん、はい、そこで修復できる回数っていうのがそのスニーカーごとに違います。そうですよね、はい、中にはゼロっていうのもある、うん、あるんですよね、はい、だからこれリペアできなくなったらもうその靴は終わりみたいな感じになっちゃうんですか。価値的にはちょっと下がるんでしょうね。なんでレアな靴が当たった時っていうのは履かない方がいい、価値はあるんでしょうね。そうですよね、はい、なるほど。まあこれからまだまだ研究の余地があるということですね。そうですね。でも近々なんかイーサリアムとか USDT、まあ、テザーとか変換が始まるみたいな噂もありますし、そうですね、はい、まあ今年中にはその換金ができるようになるかもしれないということですね、はいはい、一石三鳥ですね。そうですね、もうスウェットコインやって、ね、ステップインやって、まあ昔はねステラウォークもやってましたけれども、それはちょっとあの換金の金額が本当微々たるものなんで、はい、まあ、でもそれでもあの無料でいただけるというふうなことで私もコツコツ頑張ってますけれども、まあ、いくつかやっていただくといただける報酬も倍々でこう増えていくというような感じですね。そうですね、はい、またこのアグレットも三井隆さん今後も追っかけていって、はい、でいろいろとその都度皆様に情報配信をお願いしたいと思います、はいはい、ということで本日はアグレットというアプリ MoveToAn について、少し解説をさせていただきました。ご視聴いただいてありがとうございます。またお願いします。